はい、ブレイキングダウン9の会場に今着きました。こちらをちょっと見ていきたいと思います。早速ね、あのブレイキングダウン8で戦った、これが韓国戦でボコボコにされたパクヒョンがいるんで、ちょっと行きたいと思います。いや、あの、なんで俺やねん、なんで俺やねん、なんで、お前やめろ、なんで俺やねん。ヒロキ、ヒロキ、お前ないん、じゃあヒロキ、ヒロキ、風に当てろ、風に。おい、おいない、ヒロキ、おい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 、バビリロイトに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 どういうつもりで1分、そんな俺がメインで来てないし、YouTube の YouTuber でもないし、まあ、何が言いたいねんと思うじゃないですか。まあ、でも言われたら思ってるから、もめてるわけじゃないですか。言ってる言ってないっていうか、相手が決めることやから。何も言ってないことは言ってないよって。でもそれは捉えてる方は捉え方の問題やから。見せやるか見せやるか。はい、今の映像を見て分かったと思うんですけど、ブレイキングダウンの裏側で結構喧嘩売られちゃったんですよ。喧嘩売られたらちょっとお前が打ったよっていうか、だってヒロキング君俺やろ、はい、パクヒョン君さんって言ったよっていうのがツイッターのやり取りであったんですよ、うん、パクヒョン君を煽るときに、うん、ヒロキングとシンゴ西成合体させたみたいな、うん、足して2で割ったみたいな顔しやがってみたいなこと言ったら、うん、お前しばくってコメントが来たんですよ、うん、で、すいませんでしたってやり取りがあって終わり、それでそれで終わりです。あ、そうか、手に持ってたよ。そのお前芝生は本気やったよ。そういうこと。テルト君とジョリーがこうやって来た時に、あ、これ来るんやろなみたいな目がしてた。僕喋りかける前からもうめちゃくちゃ睨んでた。でもその前に俺らが絡みに行く前に向こうがなんか撮ってたんですよ、ストーリーかなんかをね。もう普通になんかテルなんちゃらなんちゃらみたいな感じでいつもの YouTube モードっていうか、はいはい、喋ってたんですよ。じゃあちょっと裏側撮っていこうかなって、あ、じゃあ早速ちょっとスパクさん言うみたいなんですって。あの、まあ、ちょっと舐めてるわ、なんかその後ヒロキと喋ったけど、テルになんか言われんやったら、まあ、こう友達やから冗談になれんけど、やっぱヒロキもやっぱ格闘家としてやってて、年下のジョリーみたいななんかあったやんね。エンタメ的なのやったらコウジさんのとこ試合でこんなすんなって話ですけど、コウジさんの試合で試合中にこうやってちょけてたの知らんすか。知ってるっしょ。めちゃめちゃ動きキレキレやったな。俺が思うに、ヒロキングに思うことが一つあって、うん、大阪の喧嘩自慢といったらルキア君とか、うん、テル君とかコウジさんとか煽りもする、イケイケの時もある、でもケツにはちゃんとおもろいがある、うん、これ東京の人たちと差別化できてる大阪のいいことじゃないですか。それってヒロキングとか大阪の喧嘩自慢のシェンロンとか、あいつうれーとかって言ってるっすけど、シビアなだけで何も思わないんですよ。それほんまに怒ってるからじゃないんですよ。おもろいとかを提供しようとしないんじゃないですか。大阪さんのやったらちゃんとなんかそこにも面白さとかもちゃんと要素加えるみたいな。俺が思うにはで、大輔さん、あれば大輔って人、はい、ボールやんか、はい、なんか言われてたやん、ちょよっからさ、ドライシャインドライシャンみたいな気合で来たやんか、はい、俺ああいうやつ嫌いねんな、何やねんくれって来たから、うん、いや俺あの別に何も傷つけるようなこと言ってないのに、うん、あの逆に喧嘩打ってきて喧嘩打ってるんですかって話ですってことを言ったら、うん、で捉え方の問題でしょ、何言ってるか分からん、何で捉え方の問題でしょとかって言ってきてて、で俺あん中で揉めようと思って揉めれるんです。だけどなんで揉めなかったかって言ったら、やるこの15分後にこいつら試合やってます。あ、分かった、もう闘争心を湧き立てられてたんじゃん。とにかく何かがあったら行こうっていうその精神があったから、うん、行った方が男もあるんじゃん、その向こう。そうですね。で、さすがに俺が原因で試合が負けてしまったとか、うん、だからこういうのはさすがにちょっと選手として、うん、なくなったりな、はい、絶対やったらあかんことだと俺分かってるんですよ、うん、だからヒロキングにジョリー外来いって言われたから、そこ行ったんですもん。ヒロキングもボクシングはボクシングで頑張ってるわけじゃないですか、うん、でもボクシングはまあ競技すごい素晴らしい競技やし、うん、頑張ってると思うんですけど、うん、喧嘩打ってきたんやったらちゃんと喧嘩ルールで俺は戦ってます。喧嘩打ってるお前よ。絶対違うでしょ。きっかけを作ってるのはジョリー。例えば仮にヒロキングが試合に出る選手やったとしたら俺はあんなこと言わないんですよ、はいはい、で向こうもエンタメでもフワーってなんか撮ってたから
もうなんか俺もそれに合わせて、うん、だから喧嘩打ったわけじゃないけど、はい、ちょっとジャブ入れておもろくしようとしたことに向こうはガチになったことあるよみたいな。ちなみに俺が謝ってなかったら分かるんですよ、うん、でもあのルラーとか言ってて、あごめんなさい、あのそういう空気じゃないんだったらすいませんでしたっつって、ちゃんと頭下げたんですよ、うん、空気悪くなるんで、はいはいはい、これから試合っていう時に喧嘩とかに起こしたらあかんから、はい、すいませんでしたって謝っても、はい、ルラー何じゃルラーとか言って、でテル君が止めても、うん、まあ、それ以上で真似できるわ。テル君ちょっとテル君止めてもらってルキヤルキヤルキヤヒロキ、ヒロキちょっとお前もお前もいいから一番喧嘩売ってるぜ一応これで俺が謝ってなかったりとかしたらさすがに、まあ、あの空気壊したってことで俺にも非があると思うんですけど、まあ、謝った上でずっと喧嘩売ってくるのは、まあ、ほんまに慣れてるし、試合会場に半グレしに来てんって感じだし、まあ、喧嘩やりたいんやったら喧嘩買いますよ。この動画見てアンサーください。か横におったなんか突っかかってきた大阪喧嘩島のやつらが試合終わったし、もう普通に気使うこととかもないんで、あのやりたかったら DM してきてくださいね。でも優勝したら優勝しましたね。No. でも突っかかってきた2人負けてましたね。あ、そう。はい。その後3人はまあ、かっこよかったです。頑張ったっす。その3人は突っかかってきない。突っかかってきないです。突っかかってきた2人負けない。はい。それはやっぱあれは試合前に試合以外のことを考えてるからよ。まあ変な話、まあ、喧嘩島に DX の再来でもいいんじゃないですか。ルキアジムができて。でやったら面白い。それやん。ちょっと課題もできるし。俺結構エンタメヤンキーみたいな感じで世間から見られてると思うんですけど、俺ヤンキーっすよ。そうやね。俺結構ヤンキーっすよ。じゃあブレイキングダウンでええんじゃん。ブレイキングダウンで揉めてるし、その左は。ボクシングで出れないでしょ。え、マジボッコボリしますよ。え、俺マジそう、みんなが思ってる以上に結構強めっすよ。大丈夫？いけるかな。え、仲間が一番信じてない一人で来いよと、ヒロキングとシェンロンとダイスケ一人ずつ。いや、それできないのかっこいいよな。でも俺それできひんと思うよ。まあ結局集団じゃないといけないからでしょ。俺はそう思ってる、うん、あいつら単品やったらめっちゃ静かって聞いたし、そういう話も回ってきてるし、うん、どういう話？あいつらタンビアで静かやでって話。そう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 、すごい話もあってる。もし仮に向こうが仲間連れてこようもんならこっちはチョン君5人呼んでくるっすか。それはやめてほしいな。やめてほしい。まあ、俺の気持ちとしてはそんな感じなんで、また返事待ってます。大丈夫、水が合わなきゃ合わない方がいいよ。喧嘩になっちゃうから。テリ君とか優しいから今この場で仲直りしようってやるけど、人の目があれば向こうも引けなくなっちゃうからさ。どっちが勝った負けたの話じゃないけど、クラファン負けん、ありがとうございます。じゃあ俺、ああ、やっちまっただと思って。目標チームと内容のコンセプト見た瞬間に、ああ、こんなもんに片足しまって終わったと思って。そうそうそう。でもなんか結構、格闘技の件とかいろいろ起こってるみたいな。いやいやいや、とんでもない。世界と戦えるさ、可能性がある一人じゃないですか、見てやったので。自分なんかそう、オタクで、能力がないのに、全国大会もう常連の陸上部に入って、単なる素人が、あのリレーのメンバーになったっていうやり方で、それをこういう風にやった方がいいんちゃうみたいな研究してたんだよね、はいはい、能力が低いから。それで自分が知ってることを試しにこんなんやってみたらって言ったことがあって、もうフィジカル的なところでアドバイスをくださって、うんうん、結構まだ格闘技界って根性論が残ってて、練習終わった後にコーラ飲むとか、練習終わった後にラーメン食べるとかさ、結構ほら食事もめちゃくちゃやし、もっとこうした方がいいんちゃうっていうのが多分一番残されてる業界ちゃうかな。みんな他のスポーツって専門トレーナーつけてすごいやん、製薬会社もバシバシついて、格闘界ってなんかみんなさノリでやってるとこあるから、なんかルキアもそれをなんか僕たちに教えてくれて根が真面目でしょ、ルキア研究家でしょ、努力家だし。あ、負け抜きた負け抜きた、ほんまに負けにボロボロやからやめちゃって、負けのちゃんと負けた理由か。あ、負けました。もう一発目の膝入って。いや、膝とかじゃねえんだよ、目がもともと弱えんだよ。せや、やるかじゃ。やべえよ。あの絡んできたくせに誰かと喋ってどっか行きたいけど。おい寺田、寺田。あの絡んできたくせにそのままじゃあお疲れ様でしたもん言われて、そのままどっか行こうとするみたいな。ごめんごめん。なんかでも俺な、前ジェフの時はちょっと怖かったんですよ。はい。え、聞いてる？聞いてないです。だってジェフの時は全然聞いてない。え、どこ見てたん？結構体力の練習もしてきた。はいはい。へ、ボルサップには勝てるって。いや、まあ、
聞いてなかったじゃん。ひな壇で盛り上げれるやつがおらんかな。でも全部は行かれへん、俺が全部行ったら俺がただなんか頑張ってるだけに見えたら。ジョリーとか行って、テル君行って、俺ら行ってたから誰だ、聞いてる、聞いてます、聞いてます。どこお前遠いとこ見てるね。ちょうどそこにめちゃくちゃ俺のファンがおるんですよ。ずっとツイッターとかで俺のことつぶやいてくれてる大ファン。だから正直俺のことどう思ってるのか、どれぐらい俺のことが好きなのかちょっと聞いてきたと思います。じゃあ試合どうですか。緊張します。緊張してたよ。それ日比さんってこれぐらいキャリア長いですけど、まだ緊張とかってあるんですか。余計緊張するようになります。逆に昔若い頃とかしなかったんですか。今日は MMA ルールです。 MMA ルール。なんか森くんでしたっけ。はい。なんか雰囲気ありますよね。そうなんです。独特な雰囲気ありますよね。何かやってくんじゃないかなって警戒はすごいし、実はちょっとめちゃくちゃ楽しみで、樋口さんのチャンネルもよく見てるんで。 ありがとうございます。めちゃくちゃ俺のこと好きやったな。アンポチャンネルとコラボしていいんすかみたいな感じで向こうから来ると思うから、その時楽しみにしよう。オーディション見ました。外国勢に唯一一人だけマウントを取ってたっていう、めちゃめちゃかっこよかったんだね。いやマジでかっこよかったっす。ちょ、カメラ止めて。マジでかっこよかったっす。ヒロさん、笑うんですね。え？なんか安心しました。いやいや、みんな言うけど、結構俺たちの番組とかで笑ってるじゃないですか。確かに。じゃあ、あれはあの作ってるんですか。作ってるんです。やっぱスイッチが入ると、あどうしても笑えなくなるんですよ。期待通り。期待通り。ちょっと、あの、病気が悪い。はい。どうしても。そうです。行儀悪いで言うと僕もう何も言えないです。もう取れたんじゃないですか。お疲れです。お疲れです。これルキアにやられてたやん。大丈夫やった。大丈夫です。強いやな。強いです。俺まあ晴れてるな。まあまたいつか俺らはやり合うことにならんから毎回言われるんですよ。ルキアさんにも言われたし、ジョリーさんと戦ってほしいみたいな結構来るんですけど、はい、そんなジョリー君とやる必要あんのかなと思って。俺は別にやってもいいんですけど、めっちゃ重いっすよ、63。富田君63です。次行こうか。あの富澤君とのコラボ100万再生いって、いや富澤君のスター性がね、生かされたというか、徐々にだんだんブラッシュアップされていったというか、最初はなんか出てもあの煙たがられてるんだっていうか、信じたいなんやねんみたいな感じで言われてたじゃないですか。でも徐々に徐々にその実力で証明していった、あのブレイキングアウトで一番実力で証明した人だと俺は思って。ジョリー君、こういういいこと言ってくれるから戦いたくないんですよ。あの飯田さんの焼き肉でサイン書いてって言われにめっちゃ偉そう。まあまあ飯田さんですから、ぜひ来てください。行ってきます。名古屋でしたっけ。岐阜です。あ、岐阜です。まだオープンしたいですか。じゃあちょっと飯田さんに僕たち2人のサインいるか分かんないですけど。いやいやいや、飾らせてもらいます。飯田さん、昨日ご飯来てくれなかったまた次は。すごっ。90キロぐらい。今の UFC の現役選手とかプレギュラー来てくれたらめっちゃ面白いですよ。すごいですよね。飯田さんについて触れてなかったツイッターで、ケイマスケさんに2回勝ったから飯田さんとやって証明をしてほしいみたいな、こっちのファン層がすごい言ってくれるんですよ。いやでもまあ向こうビビるんちゃうんだ。それでしょ。ビビってたな。ビビってたわ。今回の相手は、はい、ヨーロッパ人で、はい、めちゃくちゃ一番強そうな、うん、はい、でも自信はあります。もちろんスタイルは曲げたくないんでバッチバチいきます。見た目あっち強いじゃない。もちろんそうです。見た目じゃないんだよっていうのが、はい、俺なんすか、はい、俺なんすか。俺なんすか。あ、俺強いよ。もう一回やらせてください。俺なんすか。あ、俺強いよ。強い。川島くんもビビってたな。だいぶビビってた。あくまです。あくまです。年も近いっすよね。同い年だと思います。サンポくん同い年。あ、違います。僕でサンポ同い年。まあ、じゃあ多分そうなんです。じゃあ全然たくまよろしく。よろしく。たくまよろしく。年下です。おいおかしいな。いいけど全然同じ相手に立ってる。そうなんです。ヘズマリュウ、はい、体型もちょっと必要。てかヘズマリュウに来てない。ありがとうございました。今日は試合どうですか。昨日今日来てないから、あいつマジイライラしてますね。来てないんですか。今日もまだ来てない。軽量来てなかった。舐めてますよ。まあでもこの体格の割にめちゃくちゃパンチ速いし重いですからね。確かに
コンパクトなんやな、うん、でも大体もう無理やからな、もっと強いですよ、ほんまにやめてほしいですマジやめてほしい、有名じゃないですか、日本でも韓国で有名にしてください、オフサゲキャラって韓国でもおるんですか、あ自分が今100秒の団体を作ってるんですよ、そこに出てほしいんですよ、え待って、立ってたんです、そこを買ったら日本対韓国で勝ったらロードエプシの大会に12月本番の試合出れるんでしょ、それが大会自体は韓国で行われるんです、そうですよ、あのルールは100本だ、ライジンにブレーキ団が入るみたいな、おもろ、じゃあもうラインとか交換しといた方がいいんじゃない、それやから、あ、思ってるんか、ちょっとカメラ止めてライン教えてもらっていいですか、あ、ライン、はい、ツルツルジャック買ったな、やっぱ強いんや、喧嘩自慢対抗戦めっちゃ盛り上がってましたね、俺姫路やりたいんだけど、姫路の人間やばい、結局な、喧嘩自慢対抗戦何が勝敗を決めたかって言ったら勢いのそのチーム力というか、牛ケンさん、ちょっちゅほんまに、ほんまに失礼やで、関西の関西ですか、うん、はい、アンボって言います、僕平安、はい、平安で出てました、この前のライジンはあれだけ出ました、うん、はい、あれだけ一回見たのはね、結構いいパンチ打つんですよ、今度見てください、いやいや、見たことあるよ、 YouTube とか K-1 選手、はい、やってますよね、コラボやってるけど、やっぱボクシングとムエタイとかパンチとか打ち方やっぱ違うんですか、ボクシングの方がちょっとバランスが違ってくるから、そうそう、でも具志堅さんの現役の時の試合ってあれダウンないんですか、あの投手って具志堅さんも相手倒れてるのに殴ってたじゃないですかあれはルールが違うのよ、ね、昔と違いますよね、今レフリーは止めるまで殴ってもいいから、あ、そうですか、そう、いや、そうなん、止めた後に殴ったら、あ、そこまで我々の時はもう相手が張り付けられてさ、そうでも具志堅さんこうしてくれダウンしてもレフリーが立ち上げて試合させてくるんだろ、昔は日本最多世界多い、いや、知ってる知ってる、もちろんもちろんもちろん、冠はし、いや、でも本当にちょっとまたアンポの方よろしくお願いします、そうだよ、いや、よくYouTube でやってる時よく見るもん、細川さんにさ、なんか、え、いやいやいや、だすまん、アドバイスありがとうございます、言われたけどさ、マジで何言ってるか分からなかった、だからとりあえず、パンチ打ったらいけるっす、多分言いたかったのは、相手がケガファイターやから、どうやって戦ったらいいっていうことを多分言ってたけど、あれ、だすもんだけど、ケガファイターで、パンチ打ったらいけるっす。米俺です、違う違う違う、あ、こっちか、目が悪くて目悪くて、これちょっとだいぶなってるからさ、マジっすか、一言言って、どこだ、難しいな、金玉の金玉を、ほんまにもう破裂させるぐらいの気持ちでライブに行ってください、自分の金玉を破裂させるくらいの気持ち、破裂させるくらいの気持ちで、あ、そしたらそれが KO になる、OK、よかった、作戦コードネーム金玉、これからしようと思ってるんで、また今度コラボしよう、あ、ぜひお願いします、ジョリー呼べないスパイクだけはやめてください、あ、それなしで、それなしで、なんでなし、パン強いやん、いいもしくなんかあんな全部スウェーで受けられる、おめでとう、はい、え、させてもらってます、ありがとうございます、じゃあ写真いいですか、あ、もう俺も撮りたいです、写真ですか、来るよ、あ、嬉しいです、チャンネル見てくれてるんですか、ブレイキングダウン見してくれよ、お前らが真骨頂やろ。